え皆さん、お疲れ様です。スターライドと申します。はい、今回はですね、サムネイルにもきっとあると思いますけれども、あの、フレンド募集を今回はさせていただきたいなと思っております。で、多分このフレンドって多分検索のところで、あの、自分の名前を検索いただければ、多分出て だと思うんですけど、まあ、検索の仕方はそういった形で、えー、していただければいいのかなと思うんですけれども、あの、やっぱりこの、まあ、ゲームというか、あの、 仕組み上、まあ、たくさんのね、えー、まあ、フレンドというか、えー、たくさんの方と集会する、まあ、4人かな今いっぱいでも4人なんだけど、えー、4人で集会した方が、あの、アイテムのドロップ率だとか、まあ、そんなんだとかが、えー、倍率が上がって、たくさんもらえると。ああいうところが、まあ、あるので、ま、集会の速度もね、えー、上がったりだとかして、ええー、まあ有、有効というか、まあ、お得なところが、部分がね、 えー、多いですし、まあ、そういった意味でも、あの、フレンド、えー、ですね。えー、一応まだちょっと空いてるので、えー、募集させていただこうかなと思っております。えー、っと、ただちょっとね、あのー、注意していただきたいのが、この YouTube の、あの、なんちゅうかな、YouTube の、えー、チャンネル名がスターライト、まあ一緒なんだけど、カタカナ、 なんですよね、そっちは。で、この、え、ブレオダに関しては、あの、ひらかななで、ちょ、そこだけちょっと注意していただいて、まあ、検索かけていただいて、えー、見つけていただいて、まあ、自分とフレンドになってもいいよ、という方いらっしゃいましたら、お願いしたいな、というところと、あまあ、先ほども言ったように、その、そこまでたくさんの数が空いてるわけではないので、もし、まあ、万が一、ま、あないと思うんですけど、万が一、あの、空き枠よりも、 え、申請の方の人数の方が上回った場合は、えっ、ー、と、ちょっとね、こちらが選ばさせていただくというようなところになってくるんですけど、まあ、特にあの条件とかはなくて、あのー、この動画のコメント欄か、えー、ツイッターの方でも、ま、動画の出したっていうね、ツイートしておりますし、そちらの方にリプいただくとか、あとは概要欄にツイッターアカウント載せておきますので、 dm いただくとか、まあそういった形で、えー、この動画を見て申請をいただいたというような旨のことが、まあ分かれば、まずは、えー、抽選といいますか、選ばさせていただく方の対象とさせていただきたいと思ってるんですけれども、あのー、書いていただくのはそれと、えー、まあブレオダの、えっ、ー、と、ネーム、名前か、うん、を、あのー、記入いただいて、えー いいかなうん。そんな感じでお願いしたいかなと、お手数ですけれども、思っております。まあ、そうやね。だから自分も、あのー、そこまで、こう、オンラインでできてる時間っていうのはないと思うんですけれども、まあ、その限られた時間で、あ、その、たまたまね、えー、一緒のタイミングでオンラインで、 プレイされている方たたりとかしたらちょっとこっちからあの一緒にやりたいなというような状況になればいきなりちょっとあのパーティーの申請を送ったりとかそんなするかもしれないんですけどそれでもまあいいよっていう方がまあご了承いただきたいかなとは思っておりますけどまあなぜその最初に言ったようにね4人で回った方がお得感はあるんで えー、そういった感じで、えー、いいのかなと思います。というのも、その、一応ね、えー、ストーリーの方はね、まあ、ここ、8人になってるんですけども、レベルがね、えー、全部終わってるんで、あとはまあ、その、何、戦力的にも、もうちょっとで40万かな、とかになってくるんで、まあ、まあ、多少はね、多少は、あの、フレンドの方のお助けにも、まあ、なれるのかな、というところもあったりだとかして、 今回ね、こういう感じで、えー、初めてフレンド帽子をさせていただこうかなと思ってるんですけれども、どしどしと、もしよろしければ申請をお願いいたします。はい、というところで、えー、今回の動画はこの辺でお開きとさせていただきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。